というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。前回が、うん、チームがあのボタンをパラパラパラってやって、うん、もう踊れねえぞとやってきたところですね。そうそうそう、パタ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 っと落としてる時のあのジュンのにやついた顔覚えてますか？覚えてますよ。なんか悪そうなの。悪も悪い。これなぜかというと、はい、ジュンは眉毛がないんです。ああそうか、確かにそうだわ。これ原作のジュンも眉毛ないんです。あ、へえ。だけどこのビーバップって歴代でジュンの役って 2,3、はい、人がやってるんだけども、はい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 、こんだけがっつり眉を剃り上げた状態、もう青々とするぐらいにねしたのは今回の的場さんが初めてじゃないかなっていうぐらい、そこにしか目がいかないですね。眉毛だと、やっぱりあの目の感じも多分マッチして余計に悪そうに見えるんだろうな。こわもてだから本当にやっぱ本当に役のためにね、うん、いやそうですよ。他の仕事どうだったのかなって書いたのかな影響してるときね、うん、まあやっぱそこら辺はプロ精神さすがですよ、ね、許せなかったでしょうね原作では、ね、やらなきゃっつって、うん、はい、まあそんな感じです。はい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 、はい、そうすると画面が切り替わります。はいはいはい、どこかというと喫茶白鳥です。白鳥、これあの白鳥っていうのは、はい、まあヒロシが女ができた、失恋した、騒動をした、うん、あの喫茶店ですね。あれ白鳥っつって、あれ白鳥って綺麗、あれ真ん中になってる噴水みたいなのがあってさ、ありましたなんかね、ママがちゃんといてさ、はい、なんだか階段降りて奥に行くみたいな ね、ちょっと仲介だ。今時あんなキャパの喫茶店ないですよ純喫茶だからねマジないと思う。でドトールとかあのスタバもあれより狭いから、ね、それそうですよ、あんなもんないから。それ考えたらすごいな。ええー、とこ使ってんね、行きたいあそこは、まあ、多分奥の方にはね日曜日になると競馬新聞読んでるおじさんとかがいるのかな喫茶白鳥で、そんな感じだと僕は思いますけどもね。見つけたいですね、はいはい、そうすると、うん、奥の席で、はい、通るとその横にもう一人いる、うん、これが誰かというと伊藤なんです。伊藤、立場なのに、なんで伊藤がいいんだこれ。はい、そうすると伊藤が言ってます。トールに言ってるんです。さすがに菊永さんも怒ったんですよと、ね、立花のもんやるなんてシャレにならんまでしやがって。あ、まあね、はい、そんで俺が言われて兜を捕まえに行ったんだけど、うん、順にやられて面ボコボコだろ、うんうん、そんで言うことがまたっつって、うん、すごいなんか、ここからまた階層に入るんですね。はい、あちらって、はい、これ階層に入ると今度壁チョロです。壁チョロはこれあの菊永たちが入り浸ってる喫茶店ですね。壁チョロと白鳥なんだ。あそこはもうトカゲがシュルシュルやってたからねなんか食おうとしましたから、まあ、オーナーの趣味なのかな、ねえ、うん、まあ、そこにいる。こうするとカブが横に座ってる、うん、まあ、捕まえるね、菊永の横に、はい、もう愛徳には愛想が尽きたですよと。これはね、愛徳とは半目に回りますから骨は立花で拾ってください。めちゃくちゃ言うてる。これ翼くんでもちょっとイラッとする。さすがに良くないんじゃないこれ、ね、ああ自分と同じ中学のやつらが頭スキンヘッドにされて、はい、うん、いや本当ね、それで立花も襲いに行ってるわけですよ、はいはいはい、にもかかわらず一番のきっかけを作ったこいつが、まあ、順にボコボコにされたとはいえ、うん、立花の方に何やってんだ、ね、あいつがだって最初にあの日中に生きったからいや、そうですね、これのせいでみんな巻き込まれてやってるのにそう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 、俺愛徳にはって言ってるんですか、ね、簡単に言うと今回のこの構想は、はい、カブと金太郎なんですよ、まあ、ポイントはね本当にね、はい、ほんでその回想を振り返って、はい、伊藤は言います。なんて抜かして菊永さんの手握ってすすり泣きやがるんだからまあなかなか ね、あの芝居うまいんですよこの人、ね、この人は役者さんなんですね。これヤンキーじゃないんだ。そうだから今回この伊藤っていうキャラをピックアップしてきたのかもしれない。なるほどね、いろいろできる役なんだ。はい、あーはーはーはー。そうするとドアあのまた白鳥のドアが開きます、はい、もっとヒロシたちが入ってきますね。あ、まあ、ヒロシ剣謀中尉、はい、中尉とかそんな感じかな。あの時のちょっと逆の意見だった連中が入ってくると、はい、そうするとあの伊藤はすぐにヒロシに気づいて、ヒロシ君この間はどうもとか言ってるわけですよね、おう、うん、押すとまあうちのもんがやられたっつってもね、シャバいのが三人ばかし、まあまあね、小遣い、その前にまあ剣謀が言うんです、はい、なんで敵がいるんだよ、うん、まあそれはねだって伊藤だよなって、ね、そうそうそう、そうするとまあうちのもんがやられたっつっても、うんうんうん、1年のシャバいのが3人ばかし小づかれた程度で、ね、菊永さんだって俺たちにやれやれって言うばっかで、うん、自分は寮に紹介された女子中学生のとこに入り浸ってんですから、あほらシューってやる気も大きいんですよ伊藤、うん、まあ、結局菊永は高みの見物をしてるだけなんでまあね、関係ないっちゃ関係ないですけどね、うん、はいはい、まあそうやって言うとヒロシはここで嫌味を言います、うん、おーそうかね、俺はまた菊永は来年卒業すっけども、はいはい、俺とトールはもう一年あるからよ、はい、で立花が自分の代になった時の安全保障つけとく腹かと思ったんですって言うとこの時ね伊藤の顔が
まあ、そんな顔する。これ本当にね、表情も上手いんですよ。まあ、さすが役者さんっていうね。はい。これはなぜかというと、菊永3年生。うん。ミノルクマ3年生なんですね。まあ、ね、あれもダブダブだからね。その、育ってんのかなぐらい。そうするともう1年ありますからね。そうですね。福満系だとはどうするか。そうそうそう。こういうのがあるの、高校とかそういうの、ね。はいはいはい。なるほどね。うん。だからやっぱ後ろは育てなきゃいけないわけです。いや、むずいね。どこの世界でもそうだよ。ほんとね、後継はいるんだ。ねえ、はい、後輩が翼子みたいなばっかりだからもう終わっちゃうんだよ、もうこの代で終わりだって。そうそう。よく取らない。そうやって言ってるわけです。はいはい、面白いね。ね、そうすると、新平が、ヒロシと一緒にいる新平が、うん、ね、あっちこっちいいとこ好きすんのは俺は好かんですよ。まあまあ、そういう意味ね、あるね、うん。はい。まあそんな感じで。そうすると、ヒロシが、なんかこの店の空気濁ってねえかっつってるわけですよ。ほんで、外の空気吸いに行こうやっつって出ていっちゃう。はい。まあこんな感じでしたね。めちゃめちゃやってね、はい。はい。そうするとまた壁チョロに切り替わります。壁チョロ。そうすると、菊永が言います。はい。通用なわけで、まあ、カブもこっちで面倒見ることになったっていうわけで、これ目の前には、りょうくんがいるんですね。あ、はい。りょうと、もう一人いたひょろっとしたので、はいはい、あの二人がいるんですよ。そうすると、これに対して、カブが、よろしく頼むぜ、りょうっていうわけです。そうすると、俺はてめえの出汁でも何でもねえんだから気安く呼ぶなよ。こっちのがやっぱ気合入ってるね。いや、間違いないね。完全に。はい。そっち側だわ、完全に。うん、はい。ね。で、カブがやばい。そうすると、カブは、あれ、名字知らねえもんだから。そういうことじゃねえけどな。そうすると、俺は、持田さん寮っつうんだよ、と。持田さん寮、ね。はい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 。そう、それで、呼び捨てでいいから呼んでみろ。はい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 。そうすると、カブは、もう、持田さんってなるわけ。そうすると、何だいニラくん完全に上手ですよ。そうですね、もう、カブはもう。そうするともう大笑いしてる。はいはいはい。そうすると、そうすると、りょうが言います。菊永さん、こんなカスカってどうするっつうんですか、うん、うん、それ本当だよ。うん、そうすると、菊永、お前らとこのカブで、愛徳の門をやってやると。ね、向こうも、ご中にうちの門やらしたんだから、これで愛子だろ。ああ、まあね。うん。そうすると、これに対して、りょうは反発するわけですよ、うん。そうすると、俺の命令が聞けねえのかっていうと、うん、りょうくんは言います。俺はカブみたいな芋引きとは組みたくないだけで、うんうん、まあ当分外野に回らせてもらいますよ、はいはいはい。だからこれ、こっちへ来たけど、なんだこいつってこいつ思ってるわけですよ、りょうくんも。ね、ほんとそうですよね。ね、考えれば。まあわけわかんない、ね。お前がきっかけだろって。なのになんでお前と一緒に組まなきゃいけねえんだっていう。こっちのが本当に理にかなってる。いやいや、本当に芯になってますし、うん、ね、立場もちょっとあれだけど、そうそうそう、うん。ほんで、立ち上がって二人は出ていくと。はい。そうすると、これ聞くだが、りょう。お前、ろくな死に方せんぞみたいなことを、まあ言うわけですね。怖いね。はい。まあ、こんな感じになります。はい。つばさチャンネル。チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。